この夏あれ俺は この尻尾が思いのほか。おはようございます。トドラット持ってきてみましたよ。いやーそろそろねこういうのが活躍する時期なんじゃないかなっていうことでウェブメンバー限定で登場したトドラットを投げていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、出していきたいと思います。エコな感じのねパッケージは家に置いてきてこれだけ持ってきてみたんですけど、尻尾ってこれつけっぱなしでもいいのかな。まあこのスクリューキーパー部につけて準備 OK。 トドラットでミディアムパワーぐらいの竿でやってみようかなっていう感じで、こんな感じ。ちょっと流れがあるな。まあとりあえずあれやこれや投げてみます。流れがないとこでゆっくり誘うのがね良さそうなルアーだから、ちょっとこういう状況じゃないのかなと思いつつ、どうでしょうか。もうスポーニングも終わってアフター回復系ぐらいの時期になるのかな、まだかな。まあ要所要所に入れてね。あーやっぱ尻尾が結構生めかしく余韻を残した感じで誘ってくれるからね、ピンポイントでよりネチネチ。あーバスいたな。なんだ岸際ゆっくりありか。ボイルした瞬間とかだったらありかな。今なんかバスがちょっと泡で魚がいるかいないか見えないけど、とりあえずな、初めて投げてるから一匹ぐらい魚かけてみたいけどな。ちょっと針が強めかな。もうちょっとパワーのある竿で使った方がいいかな。でもこの前ね来た時なんかいきなり全然予想だにしない50アップが釣れたりもねしてくれたから、わあタイミングであると思うんだよな。トドラット、トドラット、よどみでバコとかないかな。ない。あーちょっと流れ強すぎかな。しかしほんと尻尾がいい感じで追従して生めかしく動くね。夕方ボイルとか、でもボイルしてない時とかに食い上げさせるってのが多分真骨頂だもんね、この手のルアーって。カコ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 ふわーハムっていうね、ちょっと流れのないところをやってみますかね。タイトに入れて
流れと同調させて、あ、下ちっちゃい小バスが自動とついてきてる。なるほど。一回追ってきましたよ。どうそれかな。あー、追尾してる。見には来るね。見に来るだけじゃダメなんだけど、ちょっと波紋を出しながらバッコシ行ってくれる人がいないか。恋だな。わー、出た、乗ったよ。おー、食ったよ。ただ巻きでちゃんと音出してみようと思ったら釣れてくれました。すげえ。おー、いいとこかかってる。ほい、はーい、トドラット開始。ちょっとで釣れてくれました。尻尾が外れかかってるけど、おー、ねえ、ちょんちょんやったりなんだりやったけど、ただ巻きにした瞬間に食ったね。いやー、すげえ集魚力。ねえ、トドラット。はーい、ありがとさん。ねえ、ありがとう。いやー、いいね、このルアー。この尻尾が思いのほか、いいね。なんかただ巻きでしっかり乗ってくれる。はーい、早速ね、開始すぐに釣れてくれたんですけども、バスベイト的にこうちょっとね、ただ巻きなんか追っかけてくるの、すごい追っかけてくるなと思って、ただ巻きでやってみよう、カコ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 なんて気持ちいい音出すようにしたら、速攻でね、ジュボって吸い込んでくれました。トドラット、マジいいですね。ちょっと、頑張ってみますよ。
ね、すげえ今ごちゃごちゃやんないでこうカコ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 ってなる気持ちいいスピードでね、このちょうど尻尾がウェーブするぐらいの感じのスピードで巻いたら音が鳴ってる感じみたいです。この音とフラッシングとイライラすんだろうな。うん、すごいね、トドラッと面白い。でちょっとトップウォーターなんで、これはホワイトウルフの8ポンドクラスっていうミディアムパワーぐらいの竿ですかね。ノリがいいようにそんな強すぎない竿で入れてみております。岸際入れてちょっと注目集めてカコ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 。今ちょうどお昼過ぎぐらいなんでね、うん、夕間詰めとか朝間詰めだったらもっと効くんだろうけど、とりあえずね、お昼過ぎ昼下がりのカコカコゲームみたいな感じでねやってみております。まあこれで競争で反応してくれるのはあらかたねつってね、それからまたちょっとルアー水中に入れるやつとかね試してみればなと。気持ちいいね、なんかこういうトップウォーターが釣れるシーズンになってくれたんだなっていう。いよいよハイシーズン突入ですね。今一匹釣ったらね、ちょっと尻尾が外れかけてたんで、たまにこの尻尾の様子はチェックしといた方がいいかもしんないです。あ、ほら。あーやべ、尻尾流れてるし、頭やべ、対岸にぶつけて攻めてたらいきなり尻尾が取れた。いやーやばい。ファクトリーストアでね買えるみたいなんですけど、あれあれあれ尻尾あれ、あでも尻尾外すとテーブルターンみたいなのするようになる。ほら、ネチネチ攻めるときはそれでいいかでしょ。あれ尻尾が流れて、尻尾が流れてるんですけど、いやーあれは無理か、引っかかんねえか。あの尻尾食われちゃうよね。くそ。の後ろの方、お、お、尻尾、すごい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 、尻尾釣れた、尻尾釣れた、超テクニカル、お、お、すごい、見て、見て、尻尾かけたよ、ほら、尻尾かけた、あー、これちょっと接着剤とかでしっかりつけないとダメかな、奇跡の尻尾回収に成功しましたけど、いやー接着剤あったかな、嘘だろ、ちょっと強めにつけとこう。あと尻尾ね、あんまり岸際タイトに打つとね取れちゃいましたね。あ、こういうの良くないね、こういうの良くないね、こういうの良くない。すげえ、諦めずに尻尾投げたら尻尾釣れました。尻尾ありで今釣れたから、尻尾なくなるとなんかちょっとやる気なくなる。
まあでもね、今尻尾外したらなんだろ うテーブルターンの得意なずんぐりむっくりルアー、それこそなんていうか言ってるの、深ベイトみたいな感じになってましたけど、尻尾がついてるとこの後ろへのすごいアピールの良さそうな波紋攻撃と、あとはブレードのチリ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 オン攻撃のダブルで攻めれるんですけど、この音気持ちいいな、カコ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 、亀が登ってる、亀が登ってるかな、いいね、いい音奏でますね、このルアが2本になった。ただ巻き出ないときにちょっとラインスラックを多めに出すトゥイッチを入れると結構綺麗にその場でお腹支点のテーブルターンをしてくれるんで、このただ巻きなんかちげえな、早すぎるなって時はテーブルターンでネチネチいいかもしれないですね。あのオーバーハングとかあるとこだったらそういうとこに下に入れて、なんかちょん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 ってやる、なんかこう糸を余分にたるませてやるとうまいこと首振るみたいなんで、ちょっとお尻のこの尻尾まで入れたすごい余韻の長いアクション、なんていうんですかね、止まった後もお尻が追いかけてふわんふわんふわんっていう感じの誘いができてるみたいなんで、ちょっとこれ釣れてはいないけど、なんかピンスポットでいけそうじゃんって時は基本はこのただ巻きでいいと思うんですけど、あの釣れたんでこれでバズベイト的に食わせるっていうのが一つ、さっきね追ってきてどうしよう食わねえなっていう瞬間もあったんで、そんな時はね、ありかもしれない。こういうとこいそうだけどな。うるせえと、うるせえって言ってね、食ってくれそうだけどね。さすがに、真下すぎるか。さっき釣れたのはここら辺のライン。
なんかそっちの方に追ってきたから、たまたまスクールバスとかが刺してくればありそうですね。だけど、あの本当ウェブメンバーの限定ルアーってね、なんかこういう遊び心が満載のルアーが多く登場するからね、これも楽しみでね、入りますよね。最近だとあのエアロツイスターなんか、あれ今日も持ってきてるんですけど、エアロツイスターすごかったなあれは。早く巻いても破綻しないための柔らかいリップなんてね、えなかなか製品版だとこんな薄いリップどうすんのよって、なんか強度とかね重視でちょっと違うリップがついちゃいそうだけど、ウェブメンバー限定だからこそあの食いつき柔らかリップ搭載っていう、あのコンセプトすげえなーと思って、実際ね投げたら、あこんなに食いつかせるためにこの柔らかさなんだってのね分かったけど、すげえルアーが結構いっぱい登場しますからね。このトドラットもね、ちょっと昼過ぎぐらいに来てないかなと思ったら速攻アタックしてくれたからね、今日ね全然見えバスがいない、濁ってる、ちょっと、あ、また出た、よっしゃ、話してたら出た、すごいトドラット、トドラットすごい、話してたら、あ、さっきよりいいサイズ、いいサイズ、トドラット、あれ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 、でかいでかいで、トドラットに超元気なバスが、バレないで、バレないで、ずり上げられるかな、よいしょ、よいしょ、よいしょ、トドラットフィッシュ来ましたよ。あー尻尾取れたけど嬉しい、トドラットフィッシュでけー、やった、あ尻尾、尻尾ある、尻尾ある、ちょっとこれ浸水して、ちょっと尻尾、尻尾がファイトで取れました、トドラットフィッシュ。はーい皆さん、トドラットフィッシュ来ました、やった結構引いてくれましたよね、今ねファイト中尻尾は取れちゃったから、拾って付け直したんですけども、トドラットでただ巻きで釣れて、今ねちょっとピンポイント入れたいなと思って、ジュブ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 ってアクションさせていたら食ってくれました、イエーイ、これは嬉しい、結構ねがっつりかかってたけど簡単に取れますね。デプスのウェブメンバー限定のやつね、届いたから早速使ってみたらドーン、これはちょっとサイズあるんじゃないかな、測ってみたいと思います。トドラットにナイスなバスが来てくれましたよ、イエーイ、トドラットやったね。はい、トドラットフィッシュは42、3釣れてくれました、ありがとね、トドラットに騙されちゃったね、いい、はい、いやーなんかね喋りながらアクションしてたら2匹目40アップ釣れてくれました、これすごいねマジで、あーこの短時間で2匹しかもね40アップいい感じですよ。ねえ、ロックオンしたらかかりがいいのかな。このボディースンの割に大きめの針が乗ってるからね。あとこの尻尾やっぱ効いてる感じしますね。はい、トドラット。ナイス。いやーすげえな。40アップ釣れてくれちゃった。嬉しいな。これ尻尾がやっぱ結構、これ予備尻尾をいっぱい持っときたいな。なんとかね2回とも拾えてますが、ちょっとネチネチ系のアクションも覚えたから、こういう流れのあるとこでも誘い出せるんじゃないかな。あー手バスク製なんかいいな、ハイシーズンって感じだな。おーいやーいつの間にか季節は進んでおりますね。
いいね、トップウォーターで40アップガバーな季節か。トドラットね、届いたからちょっと使ってアクション見てみたいななんて思って来たけど、うん、想像以上期待以上の感じですよ、トドラット。なんか今そっちバシャンって聞こえたけど、この止めててもテールが何かしら動いてアピールし続けてんだろうな、これな。こんぐらい流れがあったら自然に流れを受けて。へえ、いや、このお腹にテールがついてるケールアーってあんまり、フカベイトとか持ってるけど、いまいち俺使い方が分かんなくて使い切れてなかったんだけど、すごいっすね、やっぱなんか、うん、ファンになっちゃった、この手のこういう金属部品がついてるトップウォーターってなんか、うん、かっこいいっすよね。釣るためにいろいろ試行錯誤してますみたいな、この、うん、シンプルなペンシルベイトとかもね、もちろん好きなんだけど、ラインスラックのね、本当背びれとか、あのスクリューとかね、体験しちゃうと、こういう意味のあるというか、すごい効く金属部品がついてるルアーってなんかすげえ釣れる気がしちゃいますよね。俺大好きになっちゃってて、でそんなさなかこのトドラットが登場したから、どんな感じなんだろうってね、ちょっとあんまり使いこなしたことないけどと思って持ってきてね、今開封して、まあよく食うな。これワーム入れてるのと同じぐらいのスピード感で釣れてんじゃないかな、本当ね。まあ今ローライトってのもあんのかもしんないけど、羽物とかと一緒でエリアが合ってれば本当時間に関係なく、そんな今ね、本当ちょうどお昼、まあ13時過ぎぐらいかな、まだまだ夕間詰めなんてこの先っていうタイミングなんですけどね、こういうタイミングトップ釣れちゃうんですよね、案外。あんまり投げてる人が少ないかもっていうのもあるかもしれないですけど、下手なワームとか投げるより、こういう水面でわけのわかんない尻尾だ、金属パーツだとかってなんかいろいろついてる、こういうルアーを泳がしてる方が、バスもなんだようるさいな、お昼寝中なのにって感じの、なんというかそんな感じで食ってくれちゃう場合もあるんで、今はねちょっともうルアー変えようかなと思って、さすがに一匹騙したからと思って、帰りがけにルアー変更しようと思って打ってたら、いいサイズがねガバショって出てくれちゃったもんだから、引き続きもう一本ないかなと思ってトドラッと投げております。いや、いいね、このボディが奇妙なんだろう、ボディがこの微妙にローリングするのとかもやっぱ効いてるんだろうな、このただ巻きで。釣り場でいうと絶好のタイミングの横利根川、朝間詰め、夕間詰めとかね、そんなタイミングとかも良さそうですよね。こんなカタカタカタって寄せてきて止めたらズバシってね出そう。いや超楽しいな、尻尾が生きてるうちにちょっとぶつ取りとかしとこうかな、なんか尻尾なくなっちゃいそうだからな。いやー、トドラッといいっすよ、これたまんない。